挟む場所が違えれば同じ素材でも音は変わるし、同じ場所に挟んでも長いものであったらまた音色が変わるしっていうふうに、こう自分の耳で見つけていける響きのがすごくたくさんある、そこにとても豊かなものがあるっていうところが一番面白いですね。そうですね、私はまあ本当にあらゆるシーンで使えると思いますね。例えばこうちょっとこうエレクトロニクスの楽器がたくさんの中でも生楽器があって、そこでプリパレーションしてると そこものすごく際立つと思いますし、ですからこうバンドなんかでも使えると思いますし、それからもちろん技術音楽のにいる人たちが新しいものを作るときというのはもともとそういうことはありますし、なんかそういう踊りの人と一緒にやったりとか、なんかいろんなシーンで使えるんじゃないかなと思いますね。私はやはりキーボード上でそれができるっていうのはとても素晴らしいことだと思うのと、狭い場所でも持っていけますから、使い方っていうのはよりこのグランドピアノでプリパレーションするっていうのと比べると、より扱いとしては、まあ、持っていけるとかね、そういう意味で言うと使うシーンが多くなるんじゃないでしょうかね。で、今から、弦にさまざまな素材を挟んでいこうと思います。で、いろいろなもうあらゆる種類のものを挟むことはもちろんできるのですけれども、で、硬いものを挟み込むと輝かしい音がしますし、柔らかいものを挟み込むと暗いですね。じゃあ今度は1、2の弦にも一緒に挟んでみます。少し場所を変えてみましょうか。さあ、どんな音がするか。ボルトも聞いてみましょうか。両方とも3本弦すべてプリペアするとこういう音になります。今のボルトやスクリューにこうナットやワッシャーをつけて演奏することがあります。まあ、ナットは普通はワッシャーが動くことによってちょっとジャラーンとい こう動きのある音が出ます。コインは今みたいなこういう道具を使わないで手で挟み込みます。もし全部挟んじゃうと、な感じになりますね。みたいな感じですね。ゴムだけでもこういう表現ができますね。挟み込むと楽です。
感じです。これもプラスチックのこう板を切ったもので、これもなんかさまざまな厚さのものがありますけど、あんまりにも硬いものは挟むことができません。ですから、まあ、触っていただいて自分でこう判断していただければいいと思います。硬いとこう痛めちゃうんですよね、入らなくて。こういう凸状に入れました。こんな感じ。ちょっとこう くぐもった音になりましたね。まあ、プラスチックも面白い音がすると思います。大きなものを乗せてみましょう。結構和紙なんかも面白いんですよ。